くもチャンネル。全国住みやすいランキングを少しでも上げたい。大将です。おかみです。 T シャツ見つけたんですよ。いいでしょ。20年前のやつですね、これ。やっと見つけたんです。メルカリ様様ですね。はい、ということでね、今日は久々に僕が喋る動画になります。喋るというか、喋りが多くなる動画になると思いますけど、お待たせしました。今日アイスクリームです。はい、もうだいぶ暑くなってきてね、多分もうすぐ梅雨なんじゃないかなっていう感じ、で、めちゃくちゃ暑くなるとアイスクリーム食べたくなくなるんで、ちょうど今の時期がいいかなと思ってアイスクリームを作っていくんですけど、今日は去年ね作ってたんですけど、結構好評でね、すぐなくなるアイスクリームがありまして、モカジャバのアイスクリームですね。で、モカジャバっていうのは、コーヒーにチョコレートを入れた飲み物、要はミルクが入んないんですよね、一応定義的には。で、カフェモカっていうのがあって、多分スタバとかその辺のところはそういう名称で言ってるのかなとは思うんですけど、ミルクが入るんですね。で、本来だったら今回もミルク入れて作るんで、カフェモカにした方がいいのかなとも思ってましたが、なんかモカジャバの方が美味しそうじゃないですか。美味しそう。ということで、作る人がもうモカジャバだと言い切ればモカジャバということで、それを分かった上でモカジャバのアイスクリーム今日は作っていきたいと思いまーす。というわけで、スタート。材料紹介です。今日2リッター分作ります。はい、なんで1リッター分で説明していこうかな。卵黄が6個分、インスタントコーヒー、これもなるべく深いコク、豊かな香りって書いてありますけど、濃いめのやつね、これの方がいいかなと思います。これは好みで、はい、これが 14g で、牛乳1リッター、生クリームが 100cc、 カルーはこれ 100cc、コーヒーリキュールですね、グラニュー糖が 220g、 麦チョコが 90g。 以上です。以上です。簡単です。簡単です。じゃあ作っていきたいと思います。はい、計量終わりました。早いですね。作っていきます。まず牛乳ですね。牛乳お鍋に入れていきます。卵黄です。卵黄潰して、で、グラニュー糖です。これだいたい3分の1ぐらいですね。入れたらすぐに白っぽくなるまで、溶ければいいんです。溶ければ、で、残りのグラニュー糖、残りのグラニュー糖は牛乳に溶かしていきます。火にかけます。これも溶けて少し温まればいいです。こんな感じでいいですよ。ジャリジャリ感がなかったらもう全然違います。はい、これ牛乳ね、温まったら別に沸騰させるまでいかなくていいんですけどね、大体温まったらここにインスタントコーヒーです。サーッと溶けるって書いてあったらサーッと溶けるでしょう。喫茶店の匂いになりましたね。はい、溶けました。そしたらですね、少しですね、4分の1ぐらい入れて、ちょっと混ぜます。残りのやつだー入れて、はい、全部入れます。もうボウルの横ですね、隅っこの方に入れて全部たまる、離したら戻します。はい、火にかけていきます。卵臭い感じをここで消していきます。火にかけすぎると今度いり卵になっちゃうので、そこだけですね火をつけて混ぜて、混ぜてるのも鍋の底を擦る感じで混ぜてください。目安としてこの泡が切れてきたら大体の目安です。泡が切れているのも分かりますか？切れてます。泡切れてきましたよね。もうです。これ火止めて余熱でいきましょうか。かけとろーっと、少しとろみが。できたかな。は
はい、こんな感じでいいでしょう。いきます。ゆで卵であると卵がもしあったら、ゆで卵があったら、はい、でももう、もうちょっとほら固まりできてるんで、こういうのは舌触りが悪くなるって入れない。そしたらここにタルーはですね、タルーは入ってます。生クリーム入ってます。氷当てて粗熱取っていきます。粗熱ってもう結構冷たい感じになるまでやってた方がいいかなと思います。粗熱が取れるまで移動。グッモチャンネル。はい、だいぶ冷たくなったっていうか、もう完全に冷たくなりましたね。完全に冷たくなったらこれをアイスクリーマーにかけていきます。これぐらい固まってきましたら、ここで麦チョコを提供しようか入れまして、あと1分ぐらい回して完成になります。はい、容器に移して冷凍庫へ移動。グッモチャンネル。はい、完成。完成しました。うわー、固まりましたね。まあ、固まったといってもね、やっぱりちょっとお酒が入ってるんで、そんなカッチカチじゃないんですよ。そうなので、取りやすいよね。食べやすい、まあ、今日めっちゃ雨降ってますけど、蒸し暑い、蒸し暑いね。今ちょうどいい、このアイスクリームが、うん、そう今の時期だったらハーゲンダッツとかパルムとかピノとか食べたくなる。それに近しいアイスクリーム、近しい、それの、まあ、上級版、上級版作った本人が言う、はい、そういうチャンネルだ。いただきまーす。はい、食べてもらうのはおかみ。はい、麦チョコもいっぱい入ってて、おいしいね。あ、そうね、これ麦チョコが、そう、麦チョコが入ってちょっとなんかね、ダサくみたいな感じに思えるので、なかなかね、去年は撮影するのをやめたんです。意外にも好評だったぞ。そう、今は販売数が正義だと思って。そう、ほんとね、みんなこれ頼むんですよ。そう、いろいろ説明して、うん、これみたいな。あと強いのミルクティーのアイスクリームが、ね、強かった。もうね、麦チョコがね、全然凍らしてもサクサク感がなくならない。アイス液の中には、チョコレートは一切入ってないんですけども、麦チョコは後から入れるなって、それが口の中でね、チョコレートの風味が広がるので、十分もうバジャバという感じになっています。想像力ですよ、こういうものは。妄想ね。妄想。こうなるだろう、期待思想っていうんですかね。期待思想。こうなるだろうっていうふうに信じて作って、それがそのようになるっていうことで喜びあるじゃないですか。ある。まあそういう社会だったんで、今これからの時代はちょっと違うのかなと思うんで、やっぱりもう成功したもの動画等で見てね、じゃあそれ再現してみよう、これでいいと思ってます。いいと思います。はい、これウェハースマンの食べる、木の上になんか実がなってて、あれは美味しいかもしれないと思って頑張って取って、実際美味しかったっていう経験がね、繰り返しで期待してやっていくっていうことって、まあ、昔ながらのやり方なんですけど、それがね、どんどんその成功事例が増えていくと、それが感覚でね、分かるようになってくる。成功事例の積み重ねっていうのを構築っていうのはね、こうやって自分一人だけのものにするんじゃなくて、こうやって皆さんと共有することによって、またね、これからこれをいっぺん作ってみて、次何か作ろうっていう時の肥やしになっていくと思いますので、こういったものを残していこうと思ってます。そしてこのアイスクリームはこれから食べれます。食べれます。お店に来たら。そうね、大事な宣伝しておかないといかんかったね。みんなこれを食べに来てね。食べに来てください。はい、僕もおかみも待ってます。待ってます。それではまた次の動画まで、バイバイ。